私の好きな映画の知名度が低く、商業的に消え去りそうです。DVD の画質が悪かったので、よくを言えば、4K リマスターしてほしいです。そういった作品を、延命するために、個人ができることはありますかただし、私が出せるお金は、1作品あたり10万円くらいが限度です。ああ、そうですね、まあ。 何も考えず言うんだったら僕の,あの、まあ、友人のですねミンダナオという人がですねあの昔ですね <laughs>、えー「チャージマンケン」というです、ね、あのアニメ作品を誰も知らなかった時代ですね、えー、自分でですね違法に YouTube にです、ね、ずっとアップし続けてです、ね、その結果、人気が爆発してです、ね、ついにはブルーレイで発売されるということもあるんですけどまあ、自分でそのリスクを負うんだったらそれぐらいやる方法もあるんでしょうけどもです、ね、なんでしょうね、1択にあたり10万円ぐらいなんだったら、まあ、あの影響力のありそうなインフルエンサーにです、ね、その10万円払って企業案件としてこれすごいよとかって言ってもらうぐらいですかねあまりいいの思いつかなくてすみませんです。はい 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。